血栓化、公民連政の風潮は、ますます全島を風靡しつつあるのであるが、本島南部を代表する台南にも、この機関として国民道場が開設されている。これは新台湾開発に、あるいは大東亜戦争に懺悔された、母国の英霊を祀るべき旧霊島を建設し、これを中心として、公民連政の聖域たらしむべく、延べ人員実に40万人の汗と油との奉仕によって完成されたものであることは、その著しい特徴と言えるのである。朝の神前行事に、若い彼らはまず身を清め、魂を清めて、厳粛に祈念するのである。
なる工夫を持たなければならないか。はい。お手ご。はい。午後の学習作業の時間には世の中に出て実際に役に立つそろばんや農民指定の多い関係から農事の実際を指導教育する。関東紳士なる行の連盛は昼夜続行せられ大体式となる。職員はその心身をますます連盛することを順々と悟し、去りゆく隊員は深くその指導を謝し、今後の連盛を誓ってそれぞれ懐かしい父母のもとに帰るのである。終わりに就任打って一丸となり、我が行動を潜伏すべき聖戦に全てを捧げたてまくらんとする州民の熱意をその道場君に見よう。道場君、一つ道場にぬかずきては、一生もって大君に捧げ、一死もって大和世界建設の大使命に準然ことを期すべし。一つ道場に座しては、己が証魂を尽くして万古の心境を開拓し、事務を諦めて先生の執権を養うべし。一つ道場に立ちては、己が心の八重裏雲を断じ、天下の矢を思考なぎ払わんことを願うべし。